では、はい、まずじゃあ自我から、自我、内なる子供を守るとあります。英雄は自我のアーキタイプと言われることがあるが、これは事実と言い切れない部分があると。個性化というヒーローズジャーニーの目的が個性化、はい、もしくはこの本に書いてあったのは、はい、自分のお城を建てるとありました。はい、自分のお城なんです。分かんないですそうか僕がお城なんですよ。はい、もう僕の、僕がお城なんですか。僕のお城でいいじゃないですか。何を言ってるか分かんないです僕がお城を建てました。はい、僕というお城を建てた。自分の家、家じゃない。僕がお城から手とかが生えてるような感じだと思ってください。本当にそれでいいんですか。僕の中ではね。でこれは僕の城なんですよそれだと多分僕よく多分ピンとこない。そっか、じゃあ、はい、ヒーローズジャーニーに出ましょうかね。はい、はいはい、個性化というヒーローズジャーニーは自我でなくソウル、魂と自己も合わさってるよと。とはいえこの健全な自我の確立が安全の旅の必須条件であることは間違いないだろうと。自我とは意識の座であり、母親や世の中から切り離された自分や世の中に影響を与えることができる自分が存在するという認識だと。母親とか世の中から切り離された自分とか、世の中に影響を与えることができる自分が存在するよっていう認識が自我だと。成熟した大人の自我は安全への欲求どころか自分の欲求を一つ残らず満たされるような能力を育んでいくと。つまり発達した自我の助けがあれば安全とか生命の維持とか満足感とか愛情、帰属意識とかそういった求める気持ちを満たすことができると。またこの自我があると人にも自我があるよね、はい、っていうのが分かることで人のことが分かったり調和みたいなものが生まれますよと。ただ人生が始まった段階では自我が形成されてませんと。私たちはこの小さくて脆い無力な存在として生を受け、周囲の状況はコントロールする力はないに等しく、できることといえば、まあ、痛いって泣くか、可愛いでしょって守ってってやるか、はい、みたいなことだぐらいだろうと。でただこの自分の世話を託さないといけない周りの人たちはこっちがどんだけそういうのやっても、はい、その通りに受け取ってもらえない可能性もあると。でそれを勉強するとじゃあどうやってやればみたいなのでこの自我が成長していきますよと、はい、でこの自我の役割としては自我の発達に関わるアーキタイプ、幼子、孤児、戦士、援助者の一番上のマンダラですね、はい、はどうすれば自分の人生に責任を持てるようになるのか分かっていない段階だと。そのやり方を習得できるように力を貸してくれます。なんでこの人生に責任を持てるような力の習得の仕方を教えてくれると。この4つは人格形成に必要な要素を教えてくれます。つまり生きるための基本的スキルを身につけるのに必要な信頼の気持ち、相互依存の感覚と自分の役割を果たす能力、自分や他人のために戦いを挑む勇気、他人に与え、時に他人の犠牲になることも厭わないっていうものとかを得ていきますと、はい、でこの4つのアーキタイプは自我意識の基本的構成要素を確立する際にも手を貸してくれますと。幼子は私たちが社会的役割を確立するために身につけるペルソナと呼ばれる仮面を作り上げる。で、孤児は私たちが抑えつけたり否定したり単に隠したりする心の部分を司り、自分にも他人にも受け入れられるペルソナが確立できるように手を貸してくれると。で、戦士は自我そのものを築き上げ、境界線の防御と自分の欲求を満たすことに重点を置きますと。で、またその壊してくるものには、はい、こちらから攻撃を仕掛けたり、はい、みたいなことも覚えると。で、援助者は心の開かれた部分を司り、仲間や他人を思いやる善良な部分を刺激するように計らってくれますという役割が
あるようです、はい、では魂の話、はいはい、魂とは心の一部であり永遠なるものとして、私たちの人生に意義や価値といった感覚を与えてくれるものだと、ユング派の心理学者の間ではこの無意識とこの魂が同じ概念として扱われ、状況によってはアーキタイプが派生する集合的無意識と同じ概念で用いられることがあると。そうか、まあ、先ほど隊長がおっしゃった集合的無意識っていうのは、はい、なぜだか知らないが人間の中には、うん、はい、共通の物語をこう思うみたいな、ま、美しいと思ったり、はいはい、まあ、ヒーロージャーニーで言えば、まあ、ストーリーですよね。集合的無意識でいくと多分共通の認識ちょっとこっちに寄りすぎたのかもしれません、はい、すみません。あ、ヒーローズジャーニーで言うと、あ、共通の物語があるってことですね、はい、みんながイメージするような、なのでこう神話とか大体共通点、どこの国の神話とかでも同じような流れになって、戦士がいてとか、はい、でこの宗教的な視点では魂とはそれぞれ人間に備わっている不滅の部分であり、霊的精神的成長と進歩を可能にするものだと。一般的には魂のこもったソウルフルという表現に見られるような物事を深く感じる能力、ソウルロスという表現に見られるような意義や価値、目的という感覚と関連付けられていますと。ただまあこのなんかソウルとか言ってるとめちゃめちゃ怪しいんですけど、はい、これを育むためにはそういうスピリチュアルとか、はい、宗教上の神を信じる必要はないと、はい、死後の世界、はい、それとは違う感じですよね。無意識に近いっていう意味ですよね。今の説明だとスピリチュアルなよくある宗教的なスピリチュアルよりは、私がそちらに寄ってるので、はい、こればっかり言ってると嫌われるよねっていうので言ってしまいましたが、はいはい、あまりそう感じませんでしたか。そう、今の説明でいくと、はい、どちらかというともう集合的に無意識に近いみたいな話ですよね、という理解で正しいと思います、はいはい、なので別にそういうのを神とか宗教とかを全く信じる必要はなくて、はい、死後の世界とかも信じなくていいと、はい、私たちと魂がつながろうとするのは生きる意味や人生の意味を知りたいと感じた時、何らかの形で宇宙と結びつきたいと強く欲する時、死という運命について深く考える時だと。でこの魂の部分のアーキタイプの役割、この人たちがどんなことをしてくれるのかというと、このアーキタイプがソウルの成長に及ぼす影響、本物の存在になるために、旅の途中で最も活躍する4つのアーキタイプが探求者、破壊者、求愛者、創造者だと。この4つのアーキタイプはそれぞれが魂の異なる要素や一面に類似している。探求者はスピリットに相応し、破壊者は死の本能であるタナトス、求愛者は生きる力であるエロス、創造者は自分自身のアイデンティティによって焦点が定められているときは創造力に相当するものだと。スピリットは常に上に向かうと。このスピリットは物理的な存在を超越したいと願っていて、私たちを魂と出会う探索の旅に誘ってくれますと。ただまあタナトスっていうこの破壊者は常に下に向かう、下と内側、神話に出てくる黄泉の国への旅が典型的な例であり、毛虫が蝶に変身するプロセスの眉を作る行為に象徴されると。ああ、眉ってそのイメージなんですね。いや、いろんなところでこの、はい、一回ギュッと内側に入って、はいはい、まあ、身に何て言うんでしょう、内側にこもって、なんか悪いのが、はい、悪いのも全て持ったまま内側に入って、はい、ボンって出るのは、はい、この辺なんですね、はい、なるほど。でエロスは魂が外へ向かう動きを司り、私たちが他人と結びつくことができるように力を貸してくれると。そして創造力は魂の一部として物事に意味を持たせ、物語や可能性を紡いでいく。したがってこの真ん中、魂の動きというのは拡張的なものになりますと、はい、なんかこれを読みながらね、はい、ドラクエだなと思ったんですよ、はい、まあ、よく人生をドラクエ例える、はいはいはい、例もありますが、はい、いろんな城に行って問題を解決して、はい、ここに留まってもいいよみたいな、
はいはい、でもやっぱり行きますもんね、はい、まあ、そこで長いこととどまる場合もあるでしょうが、はいはい、っていう意味で言うと、あ、人生って確かにヒーローズジャーニーだねっていうのは読みながらとても強く思ったんですけど、では最後この事故のところの説明、同じように最後事故、ここはまあ機関のところですね、はい、自分という人間を表現するとあるんですが、自我と自己は違うんですね。自己とは全体性の一つの表現であり、個性化のプロセスの終着点に相当すると。準備探索の旅は終わり、財宝も手に入り、王国かっこその人の人生は新たな秩序作りの方針に基づいて変革されている最中だと、はい、なんでまあ要所要所で一回旅が終わって、はい、また次の準備をしていくっていう感じなんだなって捉えたんですけど、この自己の本質とは合理的とは言えないものだと、ある時は一人一人の最も独特の部分であり、ある時は私たちのエゴを個人を超えたトランスパーソナルの領域に結びつけるものであり、その2つの役割を同時に果たすこともあるからだと。上の2つ、自我、魂、全部持って表現できるのが自己であると。自己はまた新しい生き方への入り口でもあり、私たちをあがき続ける人生から連れ出し、豊かな暮らしへ導いてくれると。だからこそ旅の最終段階の達成には王族のイメージがふさわしい。私たちは自分の王国の王や女王となり、内なる自己に忠実でありさえすれば、その程度に応じて不毛の土地で花を咲かすことができるのだと、まあ、これ私は身分相応と読んだんですけど、はい、ちょっと違うんですかね。身分相応でもないんじゃないですか。いや、自分のニーズに従って、はい、楽しめる範囲で楽しむ、はい、身分相応、楽しめる範囲で楽しんでるみたいな状況じゃないですか。楽しんでるっていう状況ですね、はいはい、あなたは楽しめてますか。身分相応っていうとなんか我慢してる感じがするじゃないですか、はい、あ、今僕が言った身分相応っていうのは、はい、あの僕よりもいい車に乗ってる人を見て、はい、いいなって言うんじゃなくて、はいはい、いや君好きでデリカを買ったんでしょと、はいはい、楽しくないっていうを、まあ、意識したいぐらいの状態じゃないですか。老子が入りましたね、はいはい、そうかもしれません、はい、でこの自己のアーキタイプの役割としては、この自分を表現するにあたって統一を自分の王国、王様女王になったわけですが、はい、じゃあこの自分を表現するにあたっては統一を体験したらすぐ次の苦しみを味わわないといけないのだろうかと。そのこのサイクル、自己まで行ったらもう一回幼子に行き、はい、このサイクルを永遠に繰り返すのが私たちの運命なんだろうかと。いや、そんなことはないと。ユング派の心理学者のような言い方をすれば、そこに大昔の宮廷におなじみの重要人物を顔を揃えた理由がありますと。自己のアーキタイプが統治者だけなのだとしたら、苦しみと贖いのサイクルは未来永劫続いていたかもしれない。だが統治者の中には調和の取れた新しい状態を保つ方法を編み出していったおかげで暴君にならなかったものも多いと。彼らのそばには魔術師や賢者、そして道化師が控えていたと。宮廷の要人は王国に調和の取れた状況を保つように、それぞれがさまざまな方法で全体性を体現する存在で、それぞれが自分なりのやり方でトランスパーソナルな王国と結びついていると。そしてそれぞれが男性女性性を備え、それでいてそれぞれが相手を補完する存在であり、力を合わせることによって個々の寄せ集めよりももっと優れた全体像を作り上げるのだというので、はい、この統治者、魔術師、賢者、道化があり、はい、ここで重要なのは道化が最後なんだと、はい、本来であればこの賢者とか、まあ、統治者で終わってもいいですよね、はい、統一したんですもん、うん、
違うと、楽しんでないだろうと、はい、楽しんで終わり、踊るんだと、はい、下手でもいいと、はい、表現するんだと、はい、っていう意味で道化を最後にしてますよっていうのが書いてあって、はい、なるほどと、はい、なんかよく映画とかでは、うん、英雄が救い、はい、その英雄はなんかみんなが楽しんでるのを見て、はい、ふふってやって、はい、終わる映画が多いんですけど、はい、あれ間違いですよね踊れと自分も、はい、バカになって踊らんかい、はい、みたいなことでいくと、はい、まあ、そっちの方がまた幼子に近いななんて、はいはい、純真無垢な、うん、でもう一回また新たなっていうことなんだなと思って面白いと思っております、はい、でこの題にした理由、羅針盤になる理由っていうのはそれぞれポイントが高いところで、自分がそこに発見することができれば、はい、あ今ここにいるんやと、はい、どっちに向かえばみたいなその健全の方向が分かる、はい、まあ、エニアグラムもそうなんですけどね、うんうん、どちらに進めばみたいな、うん、ニーズにばっかり従っても、はい、良くないじゃないですか。健全な方向のニーズに従う、はい、うんうん、みたいなことなんだろうなとは思ってるんですけど、すいません、はい、偉そうに、はい、できてるとは思ってません、はい、